アメリカカリフォルニア州の海沿いに佇むサンクエンティン州立刑務所。ここで狂気の人体実験が行われていたことはご存知だろうか。時は1913年、この刑務所に新たな外科医長が就任した。今日から新たな外科医長に来てもらっている。博士へ挨拶を。レオ・スタンレーだ。気軽に博士と呼んでくれたまえ。囚人への医療を担当したい風変わりな医者。職員は彼に対しその程度の印象だった。しかし彼こそがこの後40年近くもの間モールモトたくさん、この刑務所を地獄へと変えた悪魔だったのだ。それから半年が過ぎたある日。いやだ、やっぱり死にたくない。この定規屋の悪い奴だ、おとなしくしろ。一人の死刑囚のガス室処刑が執行された。囚長、警視の遺体ですが、今後私の治療実験に使わせていただけないでしょうか。構わん、好きにしたまえ。ありがとうございます。この刑務所にいる囚人の8割は殺人などの重罪を犯した凶悪犯罪者だ。これでようやく実験を始められるぞ。それゆえに彼らの命は軽く扱われていた。それをいいことにスタンレー博士はなんと、世のため人のために極悪な囚人を実験に使いたく。まあいいだろう。死人だけではなく生きた囚人まで実験に使う許可を取ったのだ。ついに恐ろしい人体実験を実行に移す。さて始めようか。軽視した遺体と生きた囚人をまずはベッドに並べた。まずはそれぞれの下半身から睾丸、要するに金玉を摘出。部分麻酔だったため囚人は自分の玉が抜き取られる感覚を味わった。次に抜き取った死人の玉を、こいつの袋の中にこれを詰めて、なんと生きている囚人に移植したのだ。一体博士はなぜこんな実験を行ったのか。博士、実際のところこれは何の実験なんだ。おや、所長も興味がおありですか。ではお話ししましょう。その答えは彼が長年提唱する持論にあった。博士曰く、男の犯罪者はある男性ホルモンが少なく、これを増やすことで犯罪抑止につながるというのだが、そのためには精巣移植が効果的かどうかを検証する必要があるのです。これを悪意ではなく善意で言っているのが恐ろしい。スタンレーは若い頃から極端な考えを持っていた。犯罪者の子供は必ず社会不適合者になる。奴らの繁殖を止めないと世界から犯罪はなくならない。一体どうすれば。そうか、死刑囚の玉を使って実験をすればいいんだ。失敗しても犯罪の種を減らせる。一石二鳥だ。犯罪抑止への熱意を誤った方向にこじらせてしまったという話だ。こうして博士は次々と囚人たちを手にかけていった。怖がることはない。君は今より優れた人間に生まれ変わるんだ。やめろ、やめてくれ。やだ。刑が執行されず囚人の遺体がなかなか確保できない時は、仕方がないから豚の玉を移植だ。羊、ヤギ、豚など動物の睾丸を生きた囚人に移植したこともあった。そしてさらに驚くべきは、この実験の犠牲となった囚人の数だ。その数なんと600人。9年間で彼は1200個の睾丸を移植し続けていたのだ。では肝心の実験結果はどうだったのか。博士、例の実験はまだ続けているのか。順調ですよ。博士は堅くなり成功と言い張っていたようだが。それは素晴らしい。被験者を見せてくれないか。所長には完璧な成果をご覧に入れたいので、今しばらく待っていただきたく。実験は全て失敗したと言われている。彼が証拠隠滅してしまったのだ。非道かつ異常な実験内容や当時の囚人の扱いから察するに、暑い、苦しい、感染症などでほとんどの囚人が死亡したであろう。そう、死んでもいいと思っていたのだから。医学的根拠に乏しい持論をもとに行われた悪名高い睾丸移植実験。さあ、ヤギの玉を入れてあげよう。自分の玉を抜き取られる瞬間、犯罪者の遺伝子さようなら。囚人たちは想像を絶する恐怖に襲われたに違いない。本日の動画は以上です。ヒューマンバグ大学では人間がバグってしまう瞬間をテーマに、これからも動画を作っていきます。過去の動画もぜひ。